お、また東カッパ引き分けてる。これはいいね、いいね。もうランクアップ？体育館作れるらしいんで作るか。ちょっと次に向けて育成しよう。スピードかな。遅すぎるレスラー、70しかないか。タイプ的に伸びないのかな、多分ね。さあ、もう優勝が決まる。早いな。まあ他のチームがあれか、弱すぎるんで、多分2位が引き分けてみたいな感じかな。でうちが勝てば優勝みたいな。まあここで勝ち決まるんなら落としても別に問題な。何してんの。さあワンコ岩手 FC は順位が分からん。ちょっと早い。あ、そうでもないか。スピード差がねあれば多分能力差あると思うんですけど。あん、あ、潰されてる。同じくらいかな。清瀬が翻弄されてるぞ。さあレスラー強いけど潰される。寄せてレスラー入れないっす。こぼれ球といえばね。相手のフォーメーションは何だろう。4442かな。普通に溜まりマリオ。危ないとこ出すね。レスラー上げて、お、技ありシュート。コンバート気味のサイが打ってきたね。鈴木の競り合いの流れからいったんで、キーパーもねあまり一人なかったと。あげちゃう、あげちゃう、あげちゃう。もうレスラーいるよ、レスラー。はい、レスラー惜しい。これ打つかな。さっきを下げてくれ。おお、強引に打ったね。乗ってきたら止まんないかな。オッケーオッケー。これは勝ったのか。10連勝レスラー3試合。まだ決まってないか。多分東カッパが勝ったから多分ダメだったパターンかな。だね。やっぱここね、得失点はいい感じ。多分次だな。じゃあ決まるのは
何気に失点してないんでね、かなり中盤で取れてるってことかな。あ、疲れてる。もう試合か、早いな。また優勝が決まるかもしれませんと。来た、東カッパ久留米 FC。 これが一応一番強いチームだね。お、あ、なでしこチームなんだね。わ、強い。いいスライディング上げちゃって、おお、引き分けでも勝てそうだけどね。よし、やべ、テクニックで負けてる。スピードの差も感じるんですけど、速いな。このレベル数に勝てないぞ。よし、来た。これだよね。お、よし、競り負けてる。引き分けでどうにか勝ちに行こう。ドリブル中心じゃないね、普通に置いてかれてるんで。さあ、ちょっとオーラ発動したいけど、うわー、ドフリー、守備がひどい。守備が2点は取れんかな。あ、いけるいけるいける。惜しい。キーパーもやっぱ強いね。さあ、他の格下チームだって引き分けたのか。せめて1点取ってほしい。普通に負けてます。あー、でも勝ち点9か、これ厳しいな。お金もらったんでいいんですけど。そして選手、なでしこ、こいつか、代表クラス、フォワード。ワールドクラス取っとくか。こいつをどこで使うかだね。となるとこれを入れちゃうかどうかです。でも田中あたりが弱いかな。田中オリバーが弱いね。田中変えよう。よし、まだ育成の違いがありそうな能力。
やっぱこの3人が目立つんで、試合でとにかくちょっと上げていこう。あれはさっきキーパーかな、ノーチャンスだったんで、キーパー能力も低すぎるかもしれない。これ清瀬くんだいぶ強くなったんで、そうね、中盤の神になってほしいな。あと1周、勝ち点差は1しかないんで、引き分け狙いはないかな。3試合勝ちが決まるかもしれないと聞いてるね。ロングパスがいいかな、ボディで負けない限りはね。よし、さあコーナーキック、よし、誰か知らないけど決めた。元フォワードね。おお、入ったでしょ今の。得失点差なく純粋に勝てば勝ちなんで、もう取りまくろ。よし、ナイス。もはやファウル。惜しい。取った後のパスがちょっとひどいね。エレスラー、ナイス。競り合い負けなしでレスラー。どうつなぐか、ワントップでもいいかもしれないね、ここまで強いと。鈴木もね、決めてくれる。 4-0。 やっぱりでも抜かれる守備が不安だな。あんまやり方 4-4-2 と変わってないんで、別にただ守備が弱くなった気がするんだけど。鈴木見せる。おお、今の入ったでしょう。 5-0 じゃん実際。さあ、ライバルチームには負けたけど優勝と。5勝1敗なのかな。よしよしよし。あ、勝ってはいるね、東カッパも。引き分けなら負けてたか。さあ4勝1敗と。東カッパがね、2分けしてくれたんで、どうにかなった。チケット代の変更は、収益性上げられるね。リベンジしたいね、あいつらに。スーパースター、
ガッテム伊藤、確かに強いな。6レベルだもんね。たくね、無理か。全国リーグ FC ワイロというチームが、あーでしょうね。我々が全国リーグと、スタジアム改修をするんだね。さあ地域リーグ初制覇と、国内最高峰のリーグ、愛知もいるね、広島、大阪、まあ、J1 にいるようなチームかな。